く一応手繰りの基本動作ってことでちょっとゆっくりめに手繰ってみてもらっていいですか。ちょっとゆっくりめに合わせてみて、はい、合わせてこの位置まで来たら、はい、うん、自分はこっちに竿を返すんです、はい、返さないと、うん、このまま手繰るじゃないですか、はい、そう糸がここに絡みつくんです。なるほど。それなんで、はい、こっち向けます、うん、基本で、まあ、はい、こっち私からいきますと、はい、合わせました。合わせた。こっち向けます。はい、でここに手が、ここの手開きます。うん、はい、ここで糸を掴み出します。はい、こういう感じで、こういう感じで。うん、でこの時にこう掴むんじゃなく、はい、ここで、うん、ここに掴んで、ここにやってるんです。難しい。こっちも手でこういうクッションにする。ああ、それでバレが違ってくるんですか。バレは違いますね。衝撃やっぱ少なくなって、まあ、こんな感じの動作で。ここに均等な輪っかを作っていく、うん、はい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 。で、まあ、自分はあんまり細かく手繰るの好きじゃないんで、うん、今ちょっと手繰りすぎちゃったんですけど予想してたんでごめんなさい。で、うん、なんていうんだろう、細かいと、うん、この縛り付けられちゃうことが多いんですよ。あ、道糸がね、はいはいはい。今こう大きな輪っかを作る、うん、大きな輪っかを作るってことは、うん、一巻きがメタスにすると結構多いんですよ、はいはいはい、なんであの手繰る回数が少なくする、うん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 、それなんで速さもかなり速く、はい、なおかつ楽。なるほど、やっぱ一日の中でもし入れ食いの時なんかあれば何回手繰るかわからないじゃないですか、うん、はいはいはい。そういう時ねやっぱりすごい疲れてくるんで、うん、まあもう一回やるとなんかこういう動作になります。ちょっと今速くこれ糸色付きにすればよかったですね。なんかオレンジとか。あ、確かにまあそうですけど ね。ただまあつる方を今日は考えてたんだね。こっちの、ね、無理に怖がらず、自然に任せる、はい、自然任せにしないと絡みます、うん、なるほど。これちょっと危ないなと思って、これ今危ないんです、うん、こういう時は、はい、下ろしてる方引っ張らないで、うん、こっち引くんですよ。そうそう、簡単に取れる、あの手元の方、こっちの、うんうんうん、竿の方を引っ張らないとダメです。こっちの水に入れてる方を引っ張ると、うん、絶対にギューッと縛っちゃうんで、はいはいはい、そこを気をつけてやってもらえると、はい、まあ、あとはもう練習ですよね。なるほどね、うん、ちなみに手繰り歴何年ですか。手繰り歴ですか、17年とか18年ぐらいですかね。昔からこの手繰りだったんですか。そうですね、覚えたのがこういう釣り方だったんで結構ね、初めて見る人は驚くけど、なんかここに魚がかかってる感触がねずっと手に伝わってて、うん、気持ちいいんですよね。大変だからね、バレるなよ。あ、バレちゃったかな。痛い痛い痛い。おお、さすが。いやー、今いいね、またね、すごくいい感じの食い方。ちょっと慌てて食べてなかったので、ゆっくりふわんと入って、いい感じでした。しかも、これ16メートルもあるところ、一瞬で手繰って一瞬で外して戻ろうとしてるという。まあ、ちょっと、ね、重りもちょっと下げたから、多めにしたので、ちょっと折れる。まあ、重りって言っても、何グラムですかね。3.5グラム。あるかないかぐらいの。